ルーバードシルフィーの走りや乗り心地について検証していこうと思います。最初の印象としては、なんだか、ヨーロッパの車に近いフィーリングだなという感じです。ドイツ車ほどがっちりしたわけではなく、20世紀のフランス車ほど、緩いわけでもなく、一番近いのは、21世紀のフランス車ではないかなと、個人的には感じます。乗り心地については、引き締められた車だなという印象が大きく、足回りの基本設計の古さも相まって、大きな衝撃は多少ゴツッと響きます。ただ、一度受け止めた揺れをルーズにいつまでも引きずるということはなく、ボディの剛性が高いなということを伺わせます。ハンドリングについては、スタッドレスタイヤのせいもあるかもしれませんが、ハンドルセンターが若干甘めで、直進時は少し気を使います。また、映像を見てもわかるかと思いますが、ロールの量も割と大きく、カーブの時は、遠心力によって車が外側に、結構な角度で傾きます。しかしながら、ハンドルの打角に対して、車はすっと向きを変え、この時代の国産車っぽい、やる気のない、ルーズな感じは受けません。ロールの沈み方もゆっくりで、不自然な傾きはあまり感じませんでした。ロールの量が大きい割には、ハンドルの向きを反対に切り返した時にも、嫌な揺り戻し感はそこまで出ず、ハンドルの操作量と、車の傾きが、きちんと同期しているといったフィーリングで、ボディやシャシーの剛性が高いということがわかります。おそらくこの辺が、最近のフランス車にフィーリングが近いと、私が思った理由なのではないかと思います。考えてもみれば、この車は、瀕死の状態にあった日産を、とりあえず財務的には救った。カルロス・ゴーン元 CEO が、肝入りで発表した車であって、走りにおいて、ルノーの血統が紛れ込んでいても、何ら不思議なことではないのではないかと思います。カルロス・ゴーン就任から、そんなに短期間で車の開発ができるわけがないとか、今の日産の車は、ルノーとはまるで違うフィーリングじゃないかとか、そういうツッコミが聞こえてきそうですが、とにかく、この頃の日産は、ヨーロッパ車を意識した車作りをしていたのだなと、この車から感じ取れます。スタビリティについても、レベルは高い方だと言えます。高速域でも車体は安定している、というよりは、車のスピードが、上がれば上がるほど、フラットライドになっていく感覚で、やはりこれもヨーロッパ車的で、安心感は高いと言えます。路面のアンジュレーションを受け止めた際に、特にリアで、ふわっとした動きが、時々出るのが気になりましたが、日常域ではそれほど気になるレベルではないと思います。街中や、狭いワインディングなどでは、その性能はくすぶり気味ですが、高速巡航になると、この車の進化が発揮されます。ロードノイズは、セダンとしては普通レベルで、バイブレーションは、床に若干エンジン振動が伝わってくるかなと思いますが、普通に巡航していれば、あまり気にならないレベルだと思います。エンジンについてですが、いかにもこの時代の、日産の大衆車向けエンジンといった感じです。具体的に言えば、トルク特性がフラットで、あまり癖がありません。逆に言えば、高回転まで回してもパンチはなく、伸び感は今一つなのですが、1800cc であれば、日本の道路なら、十分な性能と言えます。エンジンで少し気になったのは、2500回転から3500回転くらいのところで何かが共振し、グーンといううなり声が聞こえてくるなというところです。まあ、これは経年劣化のためかもしれないので、中古でこの車種を買おうとしている人は、一応、その辺を確かめてみることをお勧めします。個人的なことを言えば、この車は、先ほど申し上げた通り、
シャシーの性能が高いため、2000cc を選んだ方が、もっとバランスがいいのかもしれないなと感じました。1800cc でも、相対的なスピードは十分なのですが、絶対的に言えば、どうしてもシャシーが勝ちすぎているという印象を受けてしまいます。しかも、2000cc では5速のマニュアルを搭載したモデルもあるようで、もしこの車の購入を検討しており、中古屋さんで MT の個体に出会えたのなら、かなり幸運なことではないかと思います。では、今回乗った、この4速オートマチックについては、どうなのかと言われれば、いいところもあり、悪いところもあるなという感じです。まず良い点についてですが、トルクコンバータ式のオートマチックにしては、ダイレクト感が高いということです。同じ時代の、トヨタの4速 AT と比較すると、アクセル操作に対して、車輪がダイレクトに反応してくれる感覚は、雲泥の差があり、パワートレインのドライバビリティは、高い方であると言えるでしょう。一方で悪い点についてですが、4段という少ない段数で、これだけのダイレクト感を出してしまうと、当然ですが変速ショックが大きいです。ファーストからセカンドに入るときは、車が前後に揺すられる感覚がありますし、エンジンブレーキを使うために、セレクトレバーを操作すると、やはりガクッと衝撃がきます。個人的には、多少乗り心地が犠牲になっても、ダイレクト感の高いパワートレインの方が好きなのですが、現代の CVT に慣れてしまっている人にとっては、ギクシャク感を不快に感じてしまうかもしれません。ブレーキについては、ABS の制御が今の車ほど洗練されておらず、摩擦係数の低い路面では、制動距離が結構伸びます。撮影した日は、午前中にかなり雪が降ったのですが、車自体もかなりアンダー気味で、雪道の、特に下り坂を走るのは、ちょっと怖いと感じました。今回は、自分が運転していない時は、ほとんど後ろの席に座っていたのですが、乗り心地が大変に良く、運転者に悪いと思いながらも、とてもぐっすりと、深い眠りについてしまいました。後ろの席は狭いですが、座り心地は良く、また揺れも少なく、安楽に過ごすことができました。全体的にまとめて言えば、この車は、ヨーロッパの車を目標として、高いスタビリティや、剛性が与えられた車であって、高速巡航での性能の高さが光りました。その一方で、深いロールや、トランスミッションの特性から、狭い市街地や、ワインディングにはあまり向いていないなという印象です。エンジンやトランスミッションは、常にスピードや、回転数を上下させるというよりは、一定の、それも、速い速度を維持させたいという意志を感じます。トヨタの車に勝つのではなく、差別化をするのだという、この当時の日産の開発戦略が如実に出ていますし、まさに細部に至るまで上質な走りを楽しめます。保守的な、おじいちゃん車だと、ばかり思っていたのですが、考えてもみれば、車に対して目の肥えた人たちを、低価格で満足させるという意味で、厳しい市場の要求に対応した車だったのかもしれないです。今回の燃費は、カタログ燃費16キロに対して、12.3キロという結果でした。この時代の車としては、まずまず平均的な数値かなと思います。